うわ、うわ、いい、え、痛い。エンチャー、おい、言います。はい、行政さん、はい、何がしますかと言いますと、はい、テニスボールでガッチャー決済決済。どんな企画かと言いますと、はい、ガッチャー決済決済でございます。はい、今回は、テニスラケットテニスボールでガチで決定します。これコメント返信動画でございます。視聴者のコメントでこんなんやってくれてきたから、なるほど、やりたいと思います。いいね、視聴者のくせにいい企画出すよ。くせに視聴者の方々のおかげで、あ、まああいつらにしては、あいつらにしては限りかな。そうだね、うん、ありがとうございます。コメントしてくれたらね、やるって思われて、はい、ぜひね、この動画にもコメントしていただきたいと思います。まあね、テニスラケットだから多分ボールちっちゃいし、当たるは当たるんだよ。うん、確かに。だってやっぱこの辺当たんないと、この辺りに当たんないと止まらないんじゃない、ね、真ん中この辺やばいでしょ、ね、この辺。確かに。ああ、そうなんだ。これ仮に振った時にここでパカーンハマったらどうなります？ホームラン、ホームラン。勝利、あ、勝利、勝利。だから的なね。罰ゲームあります。はい、負けた方1週間テニスラケットで素振り生活で。いやです、やばいね、やだわ。最近1週間期間オンパレードしてるんだよ。多いね、確かに。もうなんだっけ、ペッパーミル持ち歩くのとソフトクリームですか。あんなの食べるだけだったからまだいいけども、振らなきゃいけないでしょ次から。そうだよ、ちょっとちょっとですよ。え、じゃんけんでしょ、負けたそのチームで。またそう、負けたチームからじゃんけん負け。出た、久々じゃん。負けなきゃいい話だから。そういうこと、負けなきゃいいよね。そうそうそう。というわけでね、ガチラケット月と言ってますけれども、私たちそんなことは知らずに40万人を8月までに目指しております。ぜひチャンネル登録の方よろしくお願いします。それでは続けていきましょう。せーの、ダイゴー。近いが人気ですか？近いです。でも、ユーと打つのうまいじゃん、テニス。あー、いや、でも、壊滅的に投げれない。投げてね、デメリットがすごい。俺たちとチームだったらマジやばい。マジやばい。マジや。マジです。グッドバーでかいしょ。おい。グッドバーでかいしょ。グッドバーでかいしょ。よっしゃー！うわ、これ俺だ。よし！けど、これね、ドッジボールの時もこの反応したのよ。負けてんのよ。あんのよ、コバ負けが。大丈夫です、今回は。ここ狙おう。ここ狙おう。こいつらのスピードだったらワンチャン入る。じゃあ、まあこのチームでやっていきます。はい、こんにちは。ルールアンダーマー社長です。ルールアンダーマー課長です。ルールアンダーマーアルバイトです。お願いします。お願いします。お願いします。はい、今宵もね、アンダーマーの規則にのっとって説明していきたいと思います。はい、試合は2イニング制です。フォアボールは1個まで OK です。2アウト交代、三角ベースです。はい、ヒットゾーンの説明です。引っ張り方向しかヒットにならないんです、このゲームは。右バッターの場合、ここからここまでがヒットゾーン、それ以外はファウルでございます。サードのコーンとセカンドのコーンの間に野手に立っていただいて、その間をゴールで抜けた場合はヒット、頭をノーバンで壊した場合、これツーベースヒットでございます。野手が弾いた場合、フライを落とした場合、これも全部出塁になりますと。はい、今日もね、しっかりアンダーマンの基礎技にのっとって張り切ってまいりましょうか。はい、それでは早速やっていきましょう。でも負けないから、普通にやれば。いいけど、ちょっと懸念なのが、多分普通に打たれるよ。あの普通の野球対決よりは多分バットに当たるから、うん、でもフォアボールみたいなのが一番つまんない。そうだね、誰で負けたらしょうがない。そうだ、じゃあ入れに行くわ。そこは変だったな。じゃんけんで勝てばいいんだもん。そうなんですよ、今もう。その話するなら俺はもうその話するよ。今決めてくんの？やだーやだー、もうどうせ、ま、いいよ、負けてもいいからもう、あっちだけ。別に力だよ。あー、ごめんとか言って。勝とう、勝ちます。勝率悪いんだもん。どうする、お前次何出すかな、じゃんけん。なんだろう、お前じゃんけん何出すんだろう。おい、じゃんけん考えるなよ。初回多分ここあると思うんだよね、先発。初回はここまで。ここです。ここだね。ここです。マジここ。でも引っ張れも俺はチームで勝ってるから。ガチやん。そんな過去もありましたよ。ちゃんとやってるやつやん。ちゃんとやってる、ちゃんとやってる。そんな過去もあるから、うん、まあ5% ぐらいはある、勝率は。低いな。マジで頑張ろう、頑張ろう。本当に嫌だから。ああ、負けた。それでは小鉢方野球のテニスガチ野球対決。うぅー、いけー、い
早いね。頭当てていいんだっけこの卓球って。うわうわストライク、わーストライク、わお、わお、わお、取れるか、ファイブ、オッケー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 、よし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 、滑れ滑れ、お前カリーム、お前ジャイアンツか、ジャイアンツゆけゆけさらば愛しい胸高なろう、さあ歌うんですよ、さあバンドの男、お前見逃さんでいいのか、死ぬよ、足ガクガク太郎って呼んでやるよ、うわっ、ファーハハ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 ハ、これこれ、あれがチームを負けに導く、そう、本当に今やばいよ今のはマジで、切り替えて、まだヒット打たれたわけじゃないから、ここを抑えるから、なるほどなるほど、我慢信じてるさ、もうダメだそんな時、ツースリー、キャーン、これ落ちかよ、アウト、終わったー、やばい、どうしよう、お願い、無理だ、打って無理、打って練習するな、ちょっと君はもうまずいちゃうん、戦闘の大事さって野球習ってんじゃない、何も言えないよ彼ら、何も言えなくなっちゃってるよ彼ら、何も、頼む、来た、マジで頼む、思いっきり打ってくれ、よし、うわ、これはファール、はめに行った、はめに行ったぐらい詰まってない、はまれよお前、はまれよ、はまれよ、お、え、やばい、うわ、ファール、ギリファールですか、お、え、え、え、ファールだ、ファールだ、うわー、いい、ファール、いいね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 、当たり、あるんだよ、あるんだよ、結構捉えられてるっつったけど、まあ沖にはいかないわ、うわー、めっちゃいいな、ファールなんだけど、お前右打ちは何、ビビってます、いきます、ボール、ボール狙ってくよ、次のストレート勝ち込むよ、おもろいやん、ボール、オッケー、はい、有利になりました、危ない危ない、素晴らしい、オッケーオッケーオッケー、金を取り出すわ、うわ、いい、え、いた、いた、すべてお、おー、二塁だー、すごい、おめでとう、お願い、任してくれ、任せろ、大丈夫、打てる、あいつうまいな、ミートうまいからね、確かに、ね、ミートうまい、それがいいのかも、腕振るわ、じゃあ腕振って、オッケー、自信持って、任せろ、いい、これ焼いてるから、なんならやっぱさっきのワンアウトがでかかったわ、ただこっちたちもツーベースのいる状況とはちょっと心持ちが違います、ここ心持ちが違うらしいです行きます、お前ら打てる、よし、うわぁ、うわぁ、全力疾走や、ボール、おー、ぶねぇ、うわっ、ユート、あ、近いよ、これは、うわぁ、落ちたー、よーっ、えらだー、えらだー、えらだー、
惜しすぎる。回転かかったのよ多分ね。いやまあまあまあ、ちょカーブ入ってきたら大丈夫。うまうま。よっしゃあ行こう。もう全然大きいのやっていいよ。カーブが入ってきて大丈夫です。ストレートなんです。あ、来たべ。あ、追い込みました。ワンボールツーストライク。うわ、うまい。え、アウト。うわー、全然いい、全然いい、全然いい、大丈夫。いい、いい、いい回だった。オッケーオッケーオッケー。ナイスナイスナイス。すまん、一回取れるって。取り返そう。ちょっとじゃんけんで先発ピッチャー決めよう。いや俺引かせて。あ、いいよいいよ。0点の前お前がこのチームのエースで呼ばんだ。勝つぞ。コバを打たれたら終わりだ。入ったな。力いい、正直。オーケー、力いい。そもそも点取りなくて負けたらもうそもそも勝てなかったから。確かにゼロ点が意味ないから。じゃあ1点はマストです。マストクイです。1回目のプレイボール。シェーいきます。おファイ俺がこのチームを支える。うわーボールこよ。え、早っ。このエース近く芽生えてっちゃー。追い込んだー。いきます。いきます。あー、ごめん。ボール中田翔入れて中田翔入れて。おう、あー、もうこれはでかすぎる。実は始まってたかも。近いよね。最悪フォアボールなのよ。最高だ。いや、おトライ。おおー、じゃあ行きましょう。おー、よし、追い込んだ。こいつ意外にストライク入るね。うえぇー。うわできちゃったんだよ。マジかよ。あれだよ、まあ、やばい。もう勝ったわ、なんか今ので。はい、もうだって2ベース打ったでしょ。俺アウトも1点取るもん。そういうのその気持ちでいけますもん。あいつは近いとかじゃない、大谷だ。もういい、あいつに打たれたっていい。問題は次のカス。次ね。次のカスをいかに抑えるか。絶対ね。近いに打たれるのはしょうがない。オッケー、いきやす。あ、え、行ったんちゃう。これってオッケーなの。え、なんだろう、これってオッケーなの。え、トゥーベースヒー。やったー。え、これでいいの。これでいい、これでいい。よっしゃー。はい、もう一回返して。よいしょー。野球って簡単だわ。野球って簡単です。まだ同点だ。まだ同点。まだね。0対0だよ。確かに確かに。何の起こせる必要もない。そうや、まだいける。やばい。いや、し、あ、まずい、取れちゃうか。いや、追いつかないめ。よしよしよし。危ねえ危ねえ。ナイスダッシュ、いいダッシュ。よし、これは、これは取れない。ファール。お前のダッシュが俺に勇気を与える。なんだ。ツーストライク追い込みました。うわストライク。あのね、来たるべき球を待つ。で、この間にもユウトの脇ボール削ってます。うわ、これはあーファール。あぶねえ。ドッキリレベルで削ってる脇ボール。ファールだ。よく走ってる。すごい、めっちゃ走ってる。まあ大丈夫だ。全然しょうがない。両手で決めた。あんなんしょうがないよ。惜しい。次を取ります。追い込んでっかね。言っとくけど、もっと余裕なくて決める。惜しい。
わ、これはどうだ、頼む、やアウトー、うわーすまん、いや今のはすまん、まあまあまあ、もったいねえ、絶対打てるのまず任せろ、いける、なんか俺いける気がする、抑えた、あとはあいつだ、いける、絶対抑えるわ、いける、あいつの2本は絶対に打たれない、たまには動画でも救ってみるわ、てかお前のことたまには救ってやるよ、俺頼むわ5番、おストライク、任せろ、いや、え、いいピッチじゃない普通にうわぁ押してる、よし追い込んだ、オゲイ、5番頼む、任せろ、ヒットー、ヒットだ、よっしゃー、よっしゃー、よっしゃー、これマジかー、今ミスったよな、投げるとこコントロールできんの、ミスったあの中で、そう、まあ、大丈夫大丈夫、真ん中からね、インコースに曲がる球投げたかったんだけど、アウトコースだから真ん中に入るところだった。なんで2個上の技術なの次取り返すから俺らで。オッケー。大丈夫。まあ、1点ぐらいだった。あいつ1回押さえて。オッケー。うわっ。やべえ。これしかいかねえ。え？取れるの？アウトー！押さえたー！まだあります。まだある。ライビッチャー、マジでいいピン。マジでいいピン。コントロールマジ。やばい、ケニア戦に行ってる、マジそう、めっちゃいい試合、うん、近いでもなんか俺、抑えられるっていう確固たる自信がない、でも、打たれてもユウトがいるから、そうだ、同点までにすればさよならできる、オッケー、まあ、なんならこれかと、いきます、さあさあ、ここで1点以上取らなかったら俺らの負けなんだけども、はい、次ユウトピッチャーじゃん、うん、最低24点は欲しい、任して取ろう、ヒットお互いに40本以上打たないとダメだ先頭出るわ、頑張ろう、頑張ろう、2回表、点を取れなかったらユウトたちの負けです、いくよ、うわうわ、うわ、全然いけるぞ、いけます、ワンストライク取りました、おボン、うわうわ、空振り、先頭の1打席目は試しなんでフォアボールでも全然 OK です、よし、よー三振、よーマジかよ、ね、まだだまだだ、低めの変化球だけ、振らないように、オッケー、あのまだでも聞いた時にいい結果が見てる気がないですそうね、なんかこの野球に対して全部いい、今日珍しすぎる、雨降ってるしね、行くぜ、ボール、見えてます、見えてます、ワンストライクワンボールです、素晴らしいバッティングいいわ、素晴らしい、当たってるよ、追い込まれた、バナナこの1球で終わらせよ、通信、うまっ、ファール、素晴らしい、バナナ、あいつは粘る、まあいつ今日どうした、すげえな、あいつ今落ちたよ、落ちた落ちた落ちたよなって今、球はちゃんと、ボール、うわファール、おお、いいね、テニス野球公式にしよう公式大会やろう、こいつ多分1番ピッチャーで出るいやでもまだこっち有利だ、大丈夫大丈夫、1点リードしてるし、抑えます、うわーボール、さあフルカウント、オッケーオッケー、さあ何が来る、のストレート来ないかもよ、来たかもよ、イエス、
えマジか。えマジか。どうだ。こわー。うわー。うわー。プレッシャーすげーよー。言った。何言ってんだよ。マジ頼む。任せろ。マジ。マジマジ。マジマジマジ。確かに当たってないんだ。ここマジ大事だ。今ツベス。ツベス。うわやばい、ヒット一本でか。大丈夫、絶対抑え。ここで抑えます。頼む。終わる。終わる。終わる。いいボール、いいよいいよ。ここいいっす。一つ目のフォアボールです。これだいぶプレッシャーよ。ここね、もうフォアボール出せないっていう気持ちがあるからね。ここでいくよ。オッケー、オッケー、オッケー。ノーワン。マジある、マジあるよ。次入れてくるよ。オッケーオッケー。大事やな。え、うわ、これ落ちるんじゃん。落ちたー、ツーベース。オッケー。おお。ちょっと。ユースト。まだある。シングルヒットでもいいから。確かに。したら逆転。いけます。オッケー。いけます。任せろ。任せろ。いけます。逆転まであります。まずいな。俺は打たれる。多分マグリじゃない。確かに。じゃあこれ押さえよう。そうっすね。それ押さえます。行こう。行きます。入ってんね。うん、これガン投げ。終わる。うおー。ファール。こいつ牧秀悟や。あるあるある。え、普通にこのスポーツ楽しくね？超楽しい。え？え、これさ、こんな打てんだったらさ、野球より簡単だし楽しくね。ボール。わあ、なんかハラハラする。ツーツーです。うわ、え、これは。コバコバ。アウトー。うわー、悪いね。だねー。同点まではいった。負けよう、返しても。いや、最高のシナリオですね、これ。さよなら。さよなら。俺は思った。さっき、同点打を打った瞬間に。あ、俺投げるやん。いっそのこと、ここでやめとけ。あんなバッティングしなきゃよかった。やれることやってよ、もう俺ら頑張ったよ。頑張ったよ。同点まで追いついただけすごいよ。あとはもう気持ちよく投げろ。オッケー。さよならが一番気持ちいい。一番気持ちいい。先頭でよ。1点でしょ。絶対出ます。出まダメ。では2回裏最終回プレー。頼む、押さえてくれ。え、あるあるある。アウトアウト。あるうわ、今日お前の日だったってことです。そういうことね、はい、俺が出てお前がさよならの日だったんだよ今日。ガチで頼む、はい、本当次打つから任せね。はい、こいつはいいです。こいつはいい。あるんちゃう。これは取れる？ツーベースヒット！ツーベース！ここで出てくれるなんて聞いてないですよ！パワースピ再来してくれた。パワースピが出てきた。セレクションは忘れろ。大丈夫。次5番。そうだな。別に打ててな、俺のためと。確かに確かに確かに。抑えます。ありがとう。よろしく。ありがとうございます。もう飽きたもんな、この野球も。飽きた。
てさせてもらえば。さあ行ったれか、今日お前の日だよ。こいつには打たれません。お、ストライク。大丈夫か、大丈夫。いた。うわー、これはさよならだー。いやー、よーし、さよならホームラン。やー、よっしゃー、さよならホームラン。頑張った、面白い試合を見せてくれた。よくやった、本当に大好きだ。まあなんていうか、アキトっぽいなって。なんか本当に負けるんだな、ああいうことすると。ね、あんだけいいプレーしてても、うん、結局最後のプレーだから、あ、野球あるあるだね。うん、だって取ってればチェンジだよ。そうだよ。今日、秋田の日だ。秋田すごい日とかみんなで言ってたね。ダメだ、もう。やったもんさ。やった動画見てくれてどうもありがとうございました。この動画の MVP は一体誰なんだ、誰が一番良かったんだろうな。明日の動画はなんと、新メンバー、加入。あー、やばい。せーの、最初からパイ。おお、見れんの、そこなん、最後見れんの、せーの、最初からパイ。じゃあ、エラーしたけど何ねえ、最後に勝てればいいか、別にねえ。素振り100回だって、1週間前に100回だって。彼女と会うとけば素振りちゃうんじゃないの。その素振りはやめとけよって言ってた。テレビだけで持ってけよって。